ディエゴ・ベラスケスの描いたメニポス・ガダラのメニポスはキュニコス派の風刺作家である。彼の作品はすべて散逸し残っていないが、ウアロトルティアノスに重要な影響を与えた。メニポス的風刺というジャンルは彼の名にちなんで名付けられた。メニポスの生涯についてはほとんど何もわかっていない。彼はコイレ・シリアのガダラ出身であった。ガダラは 現ンヨルダンのウムクアイスに位置するが、古代のガダラ自体は遺跡が残るのみである。古代の資料は一致して、彼は奴隷であったとしている。ベニッポスは、ポントスの市民に仕えていたが、何らかの方法で自由を獲得し、定売に居住した。ディオゲネス・ラエルティオスは、花肌疑わしい物語に、彼を関連づけ、話では、彼は、金貸しで財を成したが、財産を失い、 その悲しみのゆえに自殺したとする。ルキアノスは、メニッポスを、キュニコス派において、著名な人物であるアンティステネス、ディオゲネス、また、定媒のクラテスなどと並び称している。メニッポスは、散文と韻文を混ぜて書いたが、その作品はすべて失われている。彼は深刻な主題を冷やかしや、嘲笑のスタンスで論じ、とりわけ、エピクロス主義とストア派を攻撃して楽しんだ。 ストラボンとビューザンティオンのステパノスはメニッポスのことを真摯な道化師と呼んだ。メニッポスの著作は後世に多大な影響を与えた。例えば、ルキアノスは自らメニッポスの模倣者と認め、しばしばメニッポスに研究し、メニッポスがハーデースを訪れるという対話編、メニッポスもルキアノスの作と言われている。また、マルクス・テレンティウス・ウアロもメニッポスを模倣して、 メニポス風風刺詩を書き、その断片は現存している。ディオゲネス・ラエルティオスは、メニポスの著作として、以下の署名を挙げている。加えて、アテナイオスは、シュンポシオン、アルケシラオスと呼ばれる作品に言及し、ディオゲネス・ラエルティオスは、ディオゲネスの売却というメニポスの作品に言及している。後者は、シノペのディオゲネスが、海賊に囚われて奴隷に売られるという話の主たる。 出展のようである。ラーティス、ディオゲネス、ザシニックス、マニパス、EN、Lives of エミ e ン m i n e n t Philosophers、2、6、トラレイティド・バイ・ヒックス、ロバート・ドリュー、ローブ・クラシカル・ライブラリー。ありがとうございます。